どうも、しんちゃん、ベトナム住みます芸人、ダブルシュしんすけです。今、空港に来ております。ホーチミン市タンソンニャット空港の現在はこのような状態です。どこも空いておらず、クーラーすらついていません。めちゃくちゃ暑かったです。2021年の9月1日に日本に一時帰国いたします。9月1日のベトナムの現状は、外出規制が敷かれ、一般人の外出は基本禁止。買い物にも行けません。食料の確保をしたい場合は、デリバリーで食材を注文しなければなりませんでした。9月1日時点で僕は一度も注文に成功しませんでした。8月25日から9月1日まで、保管食材でなんとかやりくりしました。このようにタクシーで移動できるには、航空券を持っているからです。まあ、理由はいろいろありますが、そうですね、やはりこのロックダウンの強烈なロックダウン、そしてやはり家族と一緒に過ごせないということから一時帰国しようと思いました。まあちょっとね、元気よく帰りたいんですが、やっぱ空港でねすごい皆さん静かにしてるので、やっぱりご迷惑にならないようにと、はい、静かに撮っております。まあ来る道中でね、いろいろ帰り方の話などちょっと撮っておりますので、そちらをご覧ください。出国前に必要なものは陰性証明書と航空券のみです。航空券は HIS さんで購入し、750ドルで購入できました。普段よりは高いんですが、まあ、しょうがないですね、これぐらいは。JAL も ANA も同じ値段でしたので、23時25分発、6時55分の羽田着の JAL にしました。月曜日と水曜日と金曜日に羽田行きを飛んでいました。陰性証明書は発行してくれる病院によって値段が違います。僕がお願いしたところは、ドコさんというエージェントで250万ドンでした。こちら非常に良かったです。値段を聞いた中では一番安く、さらに良かった点というと、家まで PCR 検査をしに来てくれるという点です。しかも来てくれた方は日本語ができるベトナム人で、非常に助かりました。こちらの陰性証明書、翌日には作成されて、家まで届けてくれました。到着時刻の72時間以内に検査していないとダメなので、僕は8月30日の11時に検査しました。もっと安い場所を知っていたら、皆さん教えてください。中のお店もどこも開いていません。異様な光景です。こんなことになるなんてね。非常に悲しいです。僕は JAL の070便で23時25分ホーチミン発に乗りました。白い防護服を着ている人がたくさんいたので、スタッフの方多いなと思っていたんですが、お客さんでもそういう人が多かったみたいです。こちらは3階の飲食店スペースです。いつもはバーガーキングを食べながらビールを飲みながら飛行機に乗るのを待つのですが、今は閑散としています。久しぶりのビールです。5日間お酒も買えなかったんですよ。ビールが飲めて最高です。うまいを掛け合わせた言葉です。機内は席が前後左右に人はおらず快適でした。深夜便ということもあり、場所を移動して横になって寝る人もちらほらといました。こちらは機内食です。僕は5日間満足に食べることができなかったので、待ちに待った食事です。親子丼の味、日本の味、染み渡る。
行機から降りると入国手続きがあります。まずは陰性証明書のチェックがあり、その後アンケートに答えなければなりません。これがかなり大変でした。スマホでアンケートをダウンロードするんですが、 QR コードで読み取るのが非常に困難でした。なぜかというと羽田の Wi-Fi が弱すぎて、まあ、そこにいる人がたくさんいすぎてアンケートがダウンロードできないんです。奥にパソコンがあるので、そのパソコンで書いて印刷して持って行った方が早いと思います。その後唾液を採取します。それからアプリをダウンロードしていくかチェックされます。 MySOS というアプリと COCOA というアプリをダウンロードしていくかどうかをチェックされます。そしてそのダウンロードのチェックが終わったら唾液の検査の結果を受け取れます。陽性ですと隔離施設へ行かなければなりませんし、陰性だとイミグレへ行くことができます。以上で外に出ることができますが、公共の交通機関は使えませんので、自分の車かハイヤーや専用バスなどを使って帰ります。僕は羽田から渋谷まで行くワゴンを予約しました。ニアミーというサイトで2900円でした。それでは以上で帰国の仕方のレポートを終わります。何かわからない点や気になった点ございましたら、コメント欄の方に記入お願いします。それではさようなら。